レンジだけで誰でも簡単に、しっとり美味しいさつまいもケーキ。皆様お疲れ様です。スイーツ作るの難しそうって思ってる、そんな方に挑戦してほしいレシピだ。皮ごと使うからよく洗ってな。ラップに包んで600ワットで3分レンチン。熱いから冷ます。1センチ角のサイコロ状にカットしていく。カットしたさつまいもは皮付きとそうでない部分で分けていく。皮には栄養がいっぱい詰まっているので無駄なく使っていこう。すいません、皮付きがちょっと多すぎるので減らします。だいたい皮ありとなしで半分ずつだ。両方に蓋をしてレンジへ。さらに柔らかくしていく。600ワットで3分レンチン。暇だからちょっと寝てくる。チン。皮なしの方を潰していく。あれ、まだ硬いや。諦めてもうちょい加熱しよう。バター 20g を入れて蓋をする。600ワット1分程度ずつで調整だ。1回目で潰せるなら余熱でバターを溶かしてな。潰れるようになってるね。お好みの粗さに潰していく。ゴロゴロと大きいのが残る粗めがおすすめ。ホットケーキミックス 150g、 牛乳 120cc、 卵1個割り入れていく。お好みで蜂蜜を入れてもうまい。混ぜ混ぜします。生地は膨らむから大きめの型を用意。ここに生地を流し込む。この上に皮付きの方を乗せていく。はい、芋が生地に当たるように広げていく。これで食べるときにポロポロ落ちづらくなる。こんな感じ。美味しくなってな。600ワットで7から8分程度レンチン。待ってる間に片付けとこう。表面に触れてみて、指につかなくなったら OK だ。まだ固まりきってない場合、1分ずつ加熱して調整。周りをスーッと剥がしておく。こうしてこうだ。しっとりふかふかだ。蜂蜜をかけて出来上がり。正直スイーツはめんどくさいからあまり作らないけど、これは簡単すぎて2日連続で作った。楽しく作ってみてな。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。バイバイ。